はい、こんにちは、大島です。それではですね、今回も動画を撮っていきたいと思います。それでですね、前回、お話ししたのが、一番初心者がね、取り組むべきものということで、転売のお話をさせていただきました。物販、ネット物販と言われるものですね。で、ネット物販をまずやった方がいいっていうのは、前回お話ししたんですけども、実際それではですね、なかなか、大きな金額を稼ぐことができませんし、独立企業、会社起業したりですね、そういうことは当然できるんですけどもね、ずっとコツコツ地道にやっていけば、ただですね、それを稼ぎきるにはなかなかちょっと時間がかかるという部分と、あと何百万何千万ってね、稼ぐことはなかなか難しいビジネスモデルになっております。なのでですね、今回は教える側に回る、例えばその実績を教える側に回るっていうことをお話しさせていただいていきたいと思います。で、これは実際にその転売ビジネスをやらなくても別にこれはいいことですよ。例えば飲食店で、僕ずっと飲食店やってましたけど、飲食店で月商10億円のね、会社を作りましたと。そしたら、飲食店で月商10億円を達成する経営理念の方法とかねっていうセミナーを例えば、やってね、でそこで、企業塾とかね、飲食店で全然例えばあんまり売り上げ上げられてない飲食店の方々に、経営の、ね、方針を教えてあげるとかね、指導してあげると、そういうふうにやっていく方も非常に多いですよね。今いろいろセミナーとかね、いろいろ DVD 発売して本出したりする人たちっていうのは、要はそういう教える側に回る、教育者側に回るっていうふうにシフトした方々ですね。で、なんでこの教育者側に回るというのが一番いいのかという理由なんですけども、まず第一に、利益率が高利益ですね。高利益なんです。で、この情報を伝えたり、その教えたり、学業の方で言うと、家庭教師とかね、マンツーマンで教えたりとかするわけじゃないですか。で、塾の先生と家庭教師とかっていうのは、自分が勉強して受かったり、そういう実績を教えてるわけですよね。まだこれから受験しなきゃいけない子たちとかに教えてるわけです。で、教えるだけなんて、何もね、飲食店みたいに仕入れもないし、固定費もかからないし、これからも言いますけども、全部利益なわけです、教えてそれで利益をもらうと。だから原価もかからないし、何かを仕入れるわけでもないですよね。だから全部利益なわけです、100% の利益ですよね。 100% の利益、はい。で、次がですね、高単価ですね。結構高い利益率、高いお金が取れる、家庭教師もそうですよね。塾とかね、個別指導、塾とかそういう、一対多のね、そのちっちゃめの塾とかっていうよりも家庭教師の方が全然高いですよね。高いですし、このペンをね、消すやつ、これを1個売ろうと思ったら、これ多分1個につき100円ぐらいしかね、100円もないんじゃないかな。何十円、1個って何十円の世界ですよね。ただ、コンサルティングだったりとか塾とか月謝ね、1万円とか、例えばコンサルティングとかだと、40万円、50万円、60万円、100万円、200万円もらってる経営コンサルタントの方もいらっしゃいますよね。だからその比較的、そのビジネスを大きくしたりね、その人の人生を変えたり、結構ね、動くものが大きいっていうパターン、こともありますし、結構高い、高額な商品を、言うことができます、はい。これが2つ目ですね。で、もう1つ目は、無限証券ですね。これはかなりでかいです。これ本当にね、僕も今まで、コンサルティングビジネスをやってきてすごく感じる部分ですね。要はその地域性がないんですね。飲食店とかだと、店舗構えたらそこで終わりじゃないですか、確かにね、地方からいっぱい来る、当然お店とかもありますけど、実際はよく来るお客さんとかね、リピートのお客さんっていうのは地域の周りの人たちしか来ないですね、だからビラもね、地域に配ると思うんですけど、全国に配ってね、全国の人が
もういっぱい来るっていうわけではないですよね。基本的には地域の人たちしか来ない。ただこれ教育者側にもあってね、例えば全国でセミナーやったりとか DVD を販売したりとかね、本を出版したりとか、全国でね販売すれば全国の人たちが買ってくれると、自分はここにいるけど情報とか価値は伝えられるわけですよね。別の形で伝えるんですよ。別の形で伝えると無限証券、証券がないわけですね。なので非常になりやすいビジネスです。実際に僕の商品を欲しいって言ってる人が北海道沖縄にいたとしても、僕はその商品を、自分の商品を売ることができますね、実際にコンサルティングサービスであれば、例えばスカイプのコンサルティングだって、このように動画でね、配信してあげたりとか、そういうふうにして、伝えることができます。商品を売ることができると。ここも相当でかいですね。あとは先ほども言いましたけども、まあ在庫がない。まあ在庫がないです。売れ残るとかそういう概念がないですね。売れ残るとかね、まあ、仕入れするお金すら必要ないですね。自分がこう喋ったり、情報を伝えるだけでお金がいただけるわけですから、在庫は当然ないです。はい。で、固定費も当然ないです。固定費も当然ないです。まあね、実際に、まあ、こういった事務所だったりオフィスを構えるのであれば、ある程度ね固定費はありますけども、基本的には、身一つ、情報一つで、ビジネスを進められますので、まあ、パソコンとかインターネットとか、まあ、自分のホームページとかそういうものがあれば十分です。で、実際そういうのね、ホームページとかなんか、実際サーバー代と、ドメイン代なんか、まあ、年に何千円っていう世界、1年で何千って世界ですからね、全然もうないのとほとんど同じです、まあ、自分のね、自宅のオフィスとかも全然して OK なんで、まあ、ほとんど本当にないですね。固定費もないということで、この、教える側に回るっていうビジネスは、実際に情報ビジネスとかね、僕が今やってるコンサルティングビジネスだったり、情報商材とかね、よく言われるものとかもありますけども、そういうものだけではないです。実際皆さんやってます、有名な起業家さんが、講演を開いて、そこで、何万円というお金をもらう、これも教える側に回る、教育者側に回るっていう意味ですね、だから、教える側に回ってコンサルタントとかね、結構今巷にいろいろと SNS とか、インターネットでね結構飛び交ってますけども、コンサルタントとかね、まあ、結構ね、誰でもできちゃうっていう部分もあるんですけども、それだけ、こう素晴らしいねメリットがあるということで、ただそれには実績がないといけないですよ。やっぱり実績がないといけないし、教える訓練もしなきゃいけないです。だから多少はレベルは高いです。ただすごくいいビジネスですね、全国この理由です。いいことしかないじゃないですか。リスクないんですよ。リスクない、最初の資金もないし、固定費もない、在庫もない、証券もない、単価も高利益も高いお金も取れる、まあ、こんなね素晴らしいビジネスはないと思います。だから最終的に皆さんこれやるんですね、実際先ほど言ったフランチャイズとかも実際これですよ。ビジネスモデルと、今までそのコンビニとかね、例えばセブンイレブンだったらセブンイレブンの作り方、立地のやり方、どこにつけた方がいいのかというところとかを全て、教えてあげる代わりに何パーセントください、教えてあげるからお金くださいというふうにやってるわけですね。なので教える場合もあるということは、非常に優れたビジネスモデルなので、皆さんはですね、何かをやって実績を作ってすぐ教える場合もあるという風なビジネスモデルを構築してください。で、まだ何もない方は今すぐに始められなくてもいいので、まずは実績を作る、まずは実績を作るというところから始めて、こちら実績を作ったら、その仕組み、情報、ノウハウというのを教える側にある教育者として、やっていって大きく稼ぐということを必ず考えるようにしてください。はい、それでですね、今回の動画を終わりたいと思いますけども、次回の動画なんですけども、ではじゃあコンサルティングビジネス、が一番いいと今僕は思ってるんですけども、誰でもできる、まだ何もビジネス始めたことない人でも、すぐに取り組むことができる方法を次回お話ししていきたいと思います。はい、それでは今回の動画を終わります。ありがとうございました。